もうちょっとさ、昼休み、昼休みじゃない、中休みがございますんですけれども、その中休みの時にまずその中の一枚、本当の歌、これですか、この細長いやつね、これをちょっと回収させていただきたいと思います。その間にちょっとお書きいただきたいことがありまして、皆さんにとってもこのイベントはそもそもやっぱり本当の歌とは何かというものを追求していくイベントということをまずメインの骨に据えておりますので、これをですね、皆さんと一緒に参加していただきながら追求していこうという話で、皆さんの記憶の中にあるですね、本当の歌というものを僕たちにも教えていただきたいということで、毎回ちょっとテーマを決めながらそれをですね、頂戴していただこうと、行こうと。で、頂戴したネタの中から、次回が始まるプラネット。次回このイベントで僕たちが、一曲、皆さんのからいただいた曲を演奏して、というふうにですね、つなげていきたいなと思っておりますので、ぜひご参加いただければと思うわけです。で、そのテーマですけれども、今回のテーマは、とりあえず今回のゲストに、決めていただこうというのをお伺いしようと思っているんですけれども、下村さん、仕込んでまいりました。仕込んでまいりました。考えました。何を打っていただけるんでしょうか。初めて涙を流した歌というものはあなたにとって何でしょうかという。なるほど。いかがでしょうか。なるほど。このまま頂戴してもいいかも。とりあえず歌でない。たこと、ない人、ないたことない人って言われるから。やってる。これ、ない。ない。心で泣いている。そうですね。実際落雷戦でも泣いてないけど泣けるっていう程度で結構ですね。ちょっとほろりとね、苦しい。ほろりとか、なんかじんわり。泣けもなかなか泣けなくてね。泣けない。そう。でも人前では悲しいんだけど。まあ、ひどい手間は泣けない。まあ、悲しかったり、嬉しかったり、まあ、いろいろな泣きがあるけど、何しか、じんわりくるような。そういう感情の方がという悲しみですね。初めてそういうふうになったんだ。何歳でもいいので。なるほど。はい、というわけで、皆様、ちょっとそれを掘り起こしてですね、ぜひお教えいただければと思います。で、できればそれでコメントも書き添えていただければ、と思いますので、ぜひご参加ください。よろしくお願いします。というわけで、西村和美さんでございます。皆さん、拍手をお願いします。